皆さんこんばんは。2022年11月3日、淡井圭介より日本の、バンドマンの歴史2ということで、掲載していると思いますが、今までどういったいきさつがあったかという部分ですね。郷ひろみさんという方が、昔アイドル界でいらっしゃいまして、その時、1999年に、ゴールドフィンガーという曲を出したんですけども、要するに、バンドマンの方たちですね。例えばギタリストの方たちとか、こうすごくたくさん、いろんな音出したりとか弾いたりとかするから、ゴールドフィンガー、黄金の、指と。でかな指かな、ちょっと私の意味、たまに分からなくなる時ありますんで、そういう意味合いで、バンドマンに敬意を持ってというところなんですけど、この元々のそのゴールドフィンガーっていう曲に関してなんですが、原曲はアメリカのリッキー・マーティンさんの、リバン・ラ・ビダ・ロカという曲からなんです。で、神戸地裁の、神戸地方裁判所の、すぐ前に、軽食の、喫茶店といいましょうか、軽食を打った後、昼過ぎから、コーヒータイムというようなところで、そういうふうなお店が昔あったんですけども、今営業されてるかどうか分かんないです。10年ぐらい前は、店開いてるところを見かけたんですけども、そこのお店の名前がリッキーっていうんですね。だから法律を知ってないといろんなところで失敗しますから、社会のその取締役や代表取締役、支配人もそうですけども、役員の方ですよね。そういった会社の決定権を持たれてる方たち、大抵、現実的には裁判所に呼び出されるような形になってます。大体何か会社で問題起きて、裁判所で、和解等いろいろありますから、その時の状況によってそれぞれ、いろんな判決が出てくるとは思いますけども、そういった部分等もあって、その私が子供の頃にリッキーを応援するかどうかと、そういう話になって、リッキー・マーティンさんを応援するかどうかと、神戸地裁の前にリッキーというような名前の喫茶店があるけど、これでどうしようと。そういうふうなところで、日米友好関係、当時からフルーツラパークで、私は1997年ぐらいの頃から神戸市立ホテルフルーツラパークで働いていて、多分子供の頃に親戚のうちで、その当時の社長になられていた金井健一さんとお会いしたりしてたと思うんですね。その当時はまだ社長じゃなかったと思うんですけども、株式会社当時の名称が神戸ワインで、2011年以降、淡井圭介がいつものルートで SD カードや USB メモリーを送っていろんな提案をしていく中で、神戸ワイナリーという名前にした方がいいんじゃないかと。農園の方ですから、神戸市立ホテルフルーツラパークは牛さんを飼育していたり、要するに和牛ですね。結構質の良い、和牛を、生産してます。で、ワインを、自国で作って、あと果物とかも、いろいろ作ったりとか、お花だけじゃないんですよね。で、そういった部分があって、なんですけども、当時から日米友好関係というところでね、当時から僕もスポーツの試合の結果とか、当時からもう関わってしまってますから、体の力取られるとか、頭の中取られるとか、ちょっとこれ試合数多すぎてどうにもならないと、これ話がおかしいと、その当時からもう芸能界でも、お互いに相談して、これみんなで本当は我々の方がしなきゃなんないんじゃとか、そのテレビ出演者の人たちがね、結局テレビ出てる人たちの方が稼げてるとか、そういう部分あるじゃないですか。そういう風な中で、結局、それで郷ひろみさんがどうなったかって言ったら、そのゴールドフィンガー99っていう曲を歌いながら、明らかに体の力取られてるんですよね。もしかしたら何か笑わされるようなことを、面白い話を歌ってる最中に聞かされてる方かもしれません。私も心当たりはあるし、自分が言ってしまってる時もありましたから、こんな話もありますよ、うんぬんとかで。その1999年が、そういうふうな頃で、そのゴールフィンガー99ができる前の、もう少し前の年代に、そのリッキー・マーティンさんが、リバンダ・
ニバン・ラ・ビダ・ロカを、作られてると、まあ、こういう風な、状況です。で、原曲を聴いてもらって、まあ、歌詞を見ていただいたら分かると思うんですけども、歌詞の内容は全然違うものになってます。例えば平原綾香さんのジュピターもあちらの作品も海外のものをリメイクしたものです。だから結構音楽業界にはそういう作品が、まあ、混ざっている部分があると、まあ、そういうことなら日本も、良い曲世界に向けて発信しましょうと、まあ、要は、まあ、そういうふうなところで、まあ、物事を進めている部分等もあって、まあ、結局海外に販路を築いてミリオンセラーとか、まあ、動画の再生回数が億を突破したりだとか、まあ、そういう風な形で持っていけてると。もう日本ですら人口1億2000万人いて、私の子供の頃に、まあ、本屋さんや CD ショップの数が日本全国で1000店舗ぐらいしかありませんでしたから、それは社会の現実であって、だから人口規模のね、小さい、例えば1000万人の国だとか2000万人の国のところで、漫画とかアニメとか、音楽を成立させようと思ったら、まず対象としているその自国のお客様のマーケットが少ないですよね。だから売り上げが上げにくい。で、海外進出しようと思ったら、その国の言語に翻訳し直さなきゃならない。まあ、それはそれで大変な状況があると。で、そこへ、番組等で発表させてもらうには、まあ、いろんな手続きを通さなければならない。で、いろんな話し合いをしなきゃならない。何らかの交渉ごとになってくる部分も、多くあるかと思います。まあ、1999年といったそういう年で、まあ、ジャンヌ・ダルクさんとか、まあ、ディル・ワングレイさんは1999年か8年か、まあ、それぐらいのデビューだったんですけども、1998年にデビューされたのがデザイアさんなんですよ。で、ディル・ワングレイというバンドの方たちは、デザイアさんが、まあ、楽曲の曲の、まあ、編集の手伝いとかをしていて、デザイアさんは結構昔からインディーズで長い間活動されていて、まあ、下積み自体が長かった。まあそういう方たちだったんです。その後ジルスっていうバンドに変わったりして、結構ね、いい曲とかもあったりするんですけども、まあ、いずれそれは私のホームページからアクセスできるようにしておきます。これ一応一般の方にちゃんと言っておきますけども、私からのアクセスでその動画の再生回数が上ったら、そこの著作権とか権利を持たれている方にお金がちゃんと入ります。黒夢の方たちがそうなんですけども、一度その黒夢という名前を売却したみたいなんですね。ウィキペディアでそう書かれてます。で、検索するときは、バンドの名称を入力した後、検索ワードでその後、例えばペニシリンさんだったら、ペニシリンバンドって入力しなかったら、ペニシリンっていう薬品がありますから、それが出てきます。だから、バンド名だけを入力しても、なかなかたどり着けない。例えば、ラファエルさんもそうですし、ラファエルっていうグループが昔あったんです。まあ、今の若い人たちは、まあ、なかなかご存じないかと思います。まあ、その当時から、いろんな音が聞き取れますんで、多くの方たちが、まあ、楽曲の、作成に参加されてたと、まあ、要するに協力者がたくさんいると、まあ、そういうところが見受けられる、まあ、バンドの方たちであったと、まあ、その頃はね、1997年にそのビジュアル系四天王と呼ばれる、まあ、シャズナとかラクニマクリスティとかマリス・ミゼルとかファンティッククライシスとか、まあその後ラピュータとか、いっぱいいろんなバンドが、まあ世に出てこられてるんですね。だからね、なかなかね、生き残りをかけた状況が難しくて、で、まあ、解散されたり、まあ、活動停止された、まあ、ディシェードさんとかも、そのぐらいに近い年代です、デビューされたの。1997年か8年か、それぐらいだったと思います。だからね、良い楽曲や歌詞の作り手の人たちは、その当時、すごく大量に、世の中に出てこられて、なぜそうなったかって言ったら、まあ、ボーイがあって、その後出てきた X というグループが、
まあ、吉木さんとかすごい数 の, あのドラムセット、昔はドラムセットであんなに、まあ、シンバルの部分とかあのスネアっていう、まあ、ドラムの部分とか ああいうふうなものがそんなに多々用意されてなかったと、まあいまあ、演奏の技術が飛躍的に X ジャパンの頃から引き上がってるんですよ、日本の音楽業界の。でそのレベルに、まあ、目標にしてたどり着こうとか、まあ、そういうふうな形で、まあ、ここまでしなきゃなかなか売れないものなのかというところで、まあ、その当時のバンド界は頑張ってらっしゃってたと、まあ、そういう時代だったんですね。だからやっぱり良い曲結構多いんです。でそれを知ってもらって、まあ、現代の、まあ音楽業界に、まあ、一石を投じたいなという部分も正直私の方にありまして、掲載させていただいています。まあ、ぜひ当時のそれぐらいのレベルを目指して、でバンドマンやまあ、アイドルの方でも楽曲を実際作ってらっしゃる方たちいます、自分たちの手で。まあ、それは AKB とかそういった佐賀グループの方とかで、そういった楽曲の使い手の人たちで自分たちで曲を作ってみたらどうかと。まあ、それは権利的な部分とかであって、収入の部分とかもあって、やっぱりグループで人数多いですから、これ全員本当に正社員雇用ができるのかと。TBS の音楽番組で泳げたい焼きくんが400万枚売れたと。僕ね、未だにそれ信じれないんですよ。曲聴いた時みんなわかるでしょ、いくらでも泳げたい焼きくん買おうと思えんやろって。やっぱりこれね、本音でついつい思っちゃうんですよ。それだったら例えばララクワンシェールのフラワーだったり、もうすごい古い楽曲名出してしまいますけども、まあ黒夢さんのまあライクはエンジェルだったり、まあグレイもいっぱいいろんな良い曲出せますよね。その辺買いますよね、普通って。そう、あれだけハイレベルで良い曲で良い綺麗な歌詞で枚数、まあそれでミリオンヒットするのは理解できるけども、泳げたい焼きくんが400万枚いくかって、それは嘘だろうと。あね、ちょっとね、たまにテレビ局はね、意図的か何かあって、まあ嘘を混ぜ込んできたのか、それとも、ヒット数というような形で、動画の再生回数を込みにしたのか何なのか、た泳ぎたい焼き込んだけとか、何らかの話でね、結構しょうもない話とか混ざってる時あるんですよ。例えば黒夢のひときさんがずっと髪の毛を伸ばしていたらテレビに出れるとか、そういうね、僕も本当か嘘か分かんないですよ。これもウルトラパークで勤務中にいろんな話してましたから。まあ当時から例えば格闘技業界だったら K-1 が盛んで、アンディ・フー選手かピーター・アーツ選手だったんですけども、その解説者の人たちがね、男同士の殴り合いとかそういうことを言ってるから、これルール合わせようと思ったらキックなしじゃねえとあかんのとちゃうかとか、まあそれ結局神がかり的な力が効いてくるんですよ。でそのちょっとね、 YouTube の動画はちょっと検索しにくいんですけども、まあ対戦された相手がそんなにまあ知名度の高い方じゃなかったので、まあそれに備えて、まあまあ、確かアンディ・フー選手だったと思うんですけど、腕ものすごく太くしてきて、対応されてました。でパンチだけでその試合、勝ってます。でキックを放った時こけてるんですよね。で、まあそういうふうなことが昔からスポーツ界やいろんな業界であると。実は音楽業界も同じで、生番組の、演奏中とかにやっぱり声かけられると失敗したりとか、そういうの、そういう部分あります。で日本代表の体操選手が例えば Y 字バランスでいる時に、まあ何か面白いことを思い出したりとかして僕の方が大笑いしていたら、Y 字バランスのその体勢が崩れるんです。こけてしまいそうになるんですよ。だからそういったリンクって接続つながる方の意味合いなんですけども、そういう現象は実際あるんでね、生番組で正確に歌えなかったからといってその人たちの真の実力かっていうとそうじゃないんですよ。だからそこはきっちりと CD で販売されたものだとか YouTube でアップされてる動画とかで皆さん本当の実力を確認しましょうと。まあこういうことです。まあだからまあ、いろいろあるんですよ。まあ、そういうことです。皆さんご清聴ありがとうございました。本日はこれを辺にしておきます。